お祈りいたします。天の父なる御神様、あなたが定められたこの安息日に礼拝できますことを心から感謝いたします。あなたが約束された聖霊をこの場所にいる一人一人、そして映像を通してこの礼拝に参加されている方々に注いでください。そしてこの弱い私に最初から最後まで共にいてくださいまして、お導きください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。皆さん、おはようございます。本当に気持ちの良い安息日の朝を感謝したいと思います。今日与えられました御言葉はペテロ第一の手紙4章の8節から11節までです。ペテロ第一の手紙4章の8節から11節まで、口語訳で370ページ、新共同訳で433ページになります。口語訳でお読みいたします。何よりもまず、互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を覆うものである。不平を言わずに互いにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理人としてそれをお互いのために役立てるべきである。語る者は神の御言葉を語る者にふさわしく語り、奉仕する者は神から賜る力による者にふさわしく奉仕すべきである。それはすべてのことにおいてイエス・キリストによって神が崇められるためである。栄光と力とがいよいよ限りなく彼にあるように。アーメン。それでは皆様お立ちいただきまして、開会の賛美歌66番を賛美したいと思います。
それではひだまつける方はひだまついていただいて、お祈りに加わっていただきたいと思います。お祈りいたします。天にいます私たちの作り主なる御神様、創造の記念日として安息日を与え、私たちの作り主として覚えて神様とつながっているようにしてくださっていることも心から感謝します。私たちのために一人子イエス様を十字架にかけて救いの道を与えてくださり、イエス様を信ずる信仰に導いてくださって、希望に生きることができることを心から感謝いたします。今年からマナナタ連動の計画が準備実行されつつあります。どうぞ日本連動は難しいと言われています時に、世界総会が日本に目を向けてくださいました。この秋にと来年と行われます神様の働きをどうぞお導きくださいますように、また力を与えてくださいますようにお祈りいたします。新たな心で信仰を持ち続けることができますように、また毎日の歩みの中で御心に沿わなかった罪とか汚れをイエス様を十字架によって許してくださいますようにお祈りします。また今は世界でいろんな事件が引き続いております。イエス様がおいでになることを、近いことを見ます。ロシア、フランスのテロ事件など相次いでおります。日本でも現金強奪事件など嫌な事件が起きております。また熊本地震の復興事業が、東北地方の復興事業が神様の御旨にかなえますように。続けられますようにお祈りいたします。また北朝鮮によるミサイル発射、核実験などの心配がされています。アメリカの軍事行動も心配です。早く平和的に解決できますように心からお祈りします。すべてが神様の御心になされますように、イエス様のおいでが早くなりますようにこれからお願いします。また世界中で難民や困難の中にある人たちもたくさんいます。どうぞ助けてください。また今日も教会に来てお礼拝に来たくても、いろいろな事情により来ることのできない方々の上に、その場その場にあって必要を満たし、神様の癒しと慰めと希望と祝福が豊かにありますように心からお祈りいたします。今日は病院デーとしてのお礼拝が持たれます。どうぞこの礼拝をどうぞ祝してください。お話してくださる看護部長平野美香さんの上に神様の御霊の導きが豊かにありますようにお祈りします。メディアを通してこの礼拝に預かっている方々の上にも神様の祝福がありますように、また新しい週の上にも神様の思いの中に信仰を固く保っていきますようにお祈りします。イエス様が早く来てくださることを心から願い、希望に行くことができますように、皆様の心の中にある祈りと合わせて、私たちの救い主、贖い主、イエス・キリスト様のお名前によって心から
お祈りいたします。アーメン。献金をお捧げしたいと思います。本日の献金は、メディア伝道のために捧げられます。献金とともに十一など他の献金をお捧げいただける方は同時にお捧げいただきたいと思います。それではお祈りいたします。神様、献金をもってあなた様に感謝の気持ちをお捧げできることを感謝いたします。この今の世の中にふさわしい伝道方法であるメディアを通していろいろなことがなされていますけれども、そのために献金ができますことを感謝いたします。神様がそのメディアを伝道を祝福してくださいますように、イエス様の御名を通してお祈りいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らにお祝福を与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖歌隊の皆さんに神様への賛美を捧げていただきたいと思います。
ありがとうございました。教会発表で二宮先生が触れてくださいましたように、本日は、東京衛生病院デーであります。病院やクリニックのいろいろな場所から教会を眺めることができますし、そして教会の十字架を私たちは見上げることができます。5月1日に、創立88周年を東京衛生病院は迎えますけれども、私たちの先輩や私たちの多くがいろんな問題に直面するときに、この教会と一緒の敷地にあることを覚え、そして十字架を見上げていろいろな決断をしてきたのだと思います。私どもの病院が88年神様に奉仕することができたのは、この同じ土地に教会と一緒にあって、一緒に同じ思いを持って活動してくることができたためだと思っています。今日は、平野美里香看護部長に、神から賜る力と題して、証しをしていただきます。看護部長の、ご両親から受け継いだ深い信仰、それから常に御言葉を学び、いろいろな問題があるごとにですね、祈りを持って神様の御心を求めているその姿勢、そしていろいろな時に患者さんや共に働く看護師と共にそこに寄り添うその姿勢、これは共に働いていて本当に尊敬するところであります。よろしく。本日このようにして病院デーの礼拝で皆様と共に礼拝を捧げることを感謝いたします。早坂理事長に花粉の紹介をしていただき、さらに緊張して足が震えそうですけれども、私自身の話をするのではなく、神から賜る力、神様がくださる恵みについて今日は証しができればと思っております。今日は病院デーですが、看護師養成の教育は常に東京衛生病院の歩みとともにありました。親切な看護師さんのいる病院として、今まで衛生病院が知られてきたのも先輩看護師の方々の信仰と奉仕によるもので、後に続く私たちは先輩の立てられた証に習いたいと願っています。私は1985年に産育学院カレッジ看護学科に入学し、素晴らしい先生方と多くの友人に囲まれて3年間学びをすることができました。2年生の後半から衛生病院での実習をしましたけれども、非常に実習は厳しく緊張の連続でしたが、なんとか無事に卒業し神戸アドベンチスト病院へ就職をしました。それから約30年間教団に属する病院や施設での看護師として働いてきましたが、その毎日を常に支え導いてくださったことを神様に感謝しています。私は東京衛生病院に就職する前に横浜の特別養護老人ホームシャローム横浜で10年間働きました。そこでの働きは私の看護師人生に大きな影響を与えました。高齢者の生活を見る視点、人生の最後に人は何を思うのか、また人として尊厳を持った最後を過ごしていただくためにはどのようなケアが必要なのかなど、多くを学ぶことができました。一人でも多くの方が安心して人生の最後を迎えるためには、自分の死生観を持ち家族と元気なうちから話し合うことが重要であること、それを広めるのが自分の使命だと思い、高齢者の看取りについての研究や勉強をしていました。その経験は今振り返ってみると、現在衛生病院で働く上で大きな支えとなっています。生きがいを感じてシャローム横浜で働いていた中、突然2009年の秋に衛生病院の看護部長として働いてほしいとのお話がありました。最初はとんでもない話で、とてもそのような大役はできないですし、私には今の職場がとても充実していて離れたくないとお断りをしました。しかし何度か話し合いを続けるうちに、私はこのように祈りました。どうして私のようなものにこのような話が来るのでしょうか。
このような人事は考えられません。普通に考えればこの道は閉ざされるべきだと思います。ただ神様、あなたが本当に進むべきだと思われるのでしたら、それが私に分かるように教えてくださいと祈りました。そしてその祈りの後に聖書を読んでいると、次の聖句が与えられてしまいました。イザヤ書55章の8節から9節です。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。この聖句を読み、神様が私に備えられている道があるのならば、それを受け入れる勇気をくださいと祈るようになりました。その後正式に衛生病院で働くことが決まり、頭では神様が備えた道であるとは分かっていても、実際に自分が看護部長としての仕事が務まるのか、看護部の皆さんは私を受け入れてくれるのか、不安は大きくなっていきました。そのような不安の中、次の聖句が私の励ましでした。フィリピ人への手紙4章6節と7節、何事も思い患ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところに神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。この聖句によって心に平安が与えられ、神様が責任を取ってくださると信じて2010年4月を迎えました。まだ多少残る不安の中、東京衛生病院に入職しましたが、神様は私の祈りを聞いてくださり、私が思う以上に素晴らしい環境を準備してくださっていました。理事長、院長、副院長が丁寧に私を指導してくださり、また市長の皆さんも新しい看護部長を温かく迎え、仕事のしやすい環境を整えてくれました。神様は間違いなく責任を果たしてくださいました。不安は神様のお守りのうちに少しずつ和らいでいきましたが、現実の問題はありました。看護部長の役割の中で特に大切なことに、看護師の確保、定着があります。2011年は産育学院看護学科が3年の短大から4年の大学へ移行したために、卒業生が一人も出ない年で、東京衛生病院の長い歴史で初めての出来事だったようです。看護師の採用活動はとても厳しく、新米看護部長にとっては大変な毎日でした。また採用活動と並行して看護師の離職を何とか減らすために、多くの看護師と面接を行い、職場の状況を聞き、共に考え、不安や不満に対してはできるだけ丁寧に聞くように努めました。神様のお守りのうちに何とか看護師が確保され、看護部長になって1年が過ぎようとしていた3月11日に東日本大震災が起こりました。被害を受けた地域、そこで暮らす方々の痛み、苦しみは計り知ることはできません。日本中が震災のことに心が向いている中、東京衛生病院も建物の一部にひびが入り、電力の不安定さから日々の診療にも支障をきたす心配がありました。また原発の影響で放射能が水道水にも影響していると報道がなされ、病院内で水を確保するための対策をすぐに考えなければならない状況でした。お店で水を購入することが難しい状況の中、出産数の多い衛生病院で新生児のミルクに使われている水についてどのような対策が取られているのかとテレビ局から取材が入り、急遽私が夕方のニュース番組の中でインタビューを受けることになりました。記者からの質問に対して、病院としては町田事務長を中心に早い対策を打っていたので問題なく答えることができました。同時に災害時の対応について看護部長としての責任の重さも実感しました。そのような毎日が続いていたある朝、体が重いと思いながら職場に行きましたが、
体が思うように動かず、階段を上ることができない状態となってしまいました。救急外来へ受診したところ、血液検査の結果、電解質のバランスが崩れており、しばらく休むよう医師から指示をされ、病院のベッドでしばらく休ませてもらうことになりました。自分では元気で働いているつもりが、体が悲鳴を上げてしまったようでした。病院が大変な中、倒れてしまって本当に申し訳なく、自分の体調管理の甘さに情けない気持ちでいっぱいになりました。ベッドで休み、しばらくすると、当時副院長だった鈴木恵子さんがお見舞いに顔を出してくださいました。鈴木さんは私に、1年間大変だったでしょう。あなたの大変さは私がよくわかるわよ。看護部長は看護部のトップにいるけれど、実際は一番下にいて、大変なことを言われながらも看護師たちを支えないといけないからね、と優しく声をかけてくださいました。この言葉は看護部長の経験をした鈴木さんだからこそ言えることであり、私にとって救いとなる言葉で一番の薬でした。いつも私が弱っているときに、神様が周囲の人を通して励ましを与えてくださることに心から感謝をしました。あなたの大変さが分かりますよ。なんと心強い言葉でしょうか。この経験を通して、日々の大変な看護の仕事をしているスタッフ、それをまとめている市長に対して、あなたの仕事が大変なことを部長の私は見ていますよ、との気持ちで接するよう、今まで以上に心がけるようになりました。この経験で少し成長したように感じたのですが、看護部長2年目になって少し経った頃、看護師の定着のために何をすればいいのか新たな悩みに見舞われました。近隣の看護部長会に出席していろいろと情報交換をしているうちに、活躍している看護部長さんと自分を比較して、自分の管理者としてのマネージメントの弱さに無力感を感じ、このまま看護部長を続けていいのだろうかと悩み、当時病院長だった早坂先生に悩みを打ち明けました。きっと良いアドバイスをくださるであろうと期待をして話したのですが、なんと先生は、それは平野さん傲慢だよ、と言われました。さらに先生は、その活躍している看護部長だって最初からできていたわけではないだろうし、長い経験のある看護部長とすぐに肩を並べようと思うなんて、それは傲慢だ、と続けられました。衝撃のお言葉をいただき、私の目が開かれた瞬間でした。予想もしない言葉の後で、先生は私の働きのために神様からの力が与えられるように共に祈ってくださいました。私は知らないうちに看護部長という仕事を自分の力でやろうとし、うまくいかなかった時に自分はダメだと過度に落ち込んでしまう状況に陥っていることに気がつきました。たびたび神様や周囲の人に支えられて祝福をいただいてきたのに、自分だけを見つめていたようです。ミニストリーオブヒーリングの中に、謙虚な祈りに応えて神が力と知恵を示されるのは、私たちが困難な立場に立つ時である。祈りを聞き、祈りに応えられる神に信頼しなさい。どんな危機にも神ご自身があなたを助けることのできるお方であることをお示しになるであろう、というメッセージがあります。自分の無力を感じた時にこそ、謙虚な祈りが神様に通じ、必ず力と知恵が与えられることに改めて気づかされました。それ以降も看護師の退職により、病棟運営が難しく、もう無理かもしれないと思った時に、チャプレンオフィスに駆け込み共に祈っていただいたことも何度かありました。チャプレンの先生方と共に神様を信頼して祈った結果、ギリギリのところで必要な人材が与えられる経験を何度もしました。神様はいつも私に余裕を持った仕事は与えず、謙虚な気持ちで祈り続けるためにさまざまな困難を与えてくださっていると今実感しています。またいつも共に祈りを捧げてくださっている方々が周りにいる職場であることを感謝しています。話は少し変わりますが、
今年の4月から東京衛生病院の看護師看護助手のユニフォームが新しくなりました。ユニフォームをご紹介し、この中に込められている看護部が目指していることについて少しお話ししてみたいと思います。現在病院の廊下に祈り仕える聖装展として展示してありますので、お時間のある方は見ていただければ幸いです。看護師のユニフォームは白を基調として青と赤の2色のラインの入ったタイプを選びました。東京衛生病院の目指す看護師像として、キリストに習う看護が掲げられていますが、白を含めた3色に病院の理念を表す意味を込めたいと考えました。白のイメージは純粋、回復です。赤のイメージは命を表し、十字架でキリストが流された血による愛、そして看護への情熱。青のイメージは誠意、冷静、清潔です。ユニフォームの色のイメージとして、全人的回復を目指して赤と青という2色のイメージの融合が調和をもたらし、祈りをもって神様による癒しが回復へ導くという願いを込めました。そして今回当院の理念の下に英語で書かれてある To make man whole through Christ love、 キリストによる全人的回復の To make man whole の文字を入れた刺繍のロゴを左袖に入れました。ユニフォームは一つの形ですが、毎日の仕事の前に病院の理念を思い出し、キリストに習う看護を目指して祈りを込めてユニフォームに袖を通してほしいと願っています。東京衛生病院には心と体の癒しのためにキリストの心で一人一人に仕えますという大切な理念があります。組織にとって理念は働く者の心を一つにし、また患者さんとの約束でもあります。キリストの心を学ぶために、私たちは聖書の御言葉を読み、職員礼拝の時間を大事にして、キリストの心とはどのようなものか、どのような心なのか常に忘れないようにしています。病棟では申し送りの前に病院のチャプレンが作成した祈りの助けという冊子を読んで祈りを持って始めています。クリスチャンではない職員もその時間は手を止め、心を合わせて祈ります。300名近い看護部をまとめていくには、それぞれの部署に配置されている市長たちの働きがとても重要です。月に2回行われる市長会という会議では祈りを持って始め、ミニストリーオブヒーリングの証の書を輪読しています。この証の書はキリストが癒しをなさったこと、またどのような性質を持ったお方であったのか模範となることがたくさん書かれてあります。ルカによる福音書4章40節を読みします。日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。奇跡を起こして癒しをすることのできるキリストが、集まった人々をいっぺんに祈りを持って癒すのではなく、一人一人に手を置いて癒されています。キリストは一人一人に心を向けられたことがこの聖句から読み取ることができます。ミニストリーオブヒーリングを読むと、キリストの行いを具体的に表した箇所があります。彼は独特な方法で全ての悲しむ者や悩む者をお助けになった。彼は優しく丁寧なしとやかさで罪に悩む人々に奉仕し、癒しと力をお与えになったとあります。優しく丁寧なしとやかさ、これがキリストの癒しをなさった時の態度であったことがわかります。丁寧、しとやかには次のような意味があります。丁寧とは細かいところまで気を配ること、注意深く入念にすること。しとやかさとは性質や動作が物静かで上品である様、慎み深い様。この意味を踏まえると、キリストが多くの人々に接するとき、細かいところにまで気を配り、注意深く考え、また立ち振る舞いは物静かで慎み深い態度であったことがわかります。医療の世界で働く私たちの模範でもあり態度です。2013年に
看護部の理念を見直したときに、キリストがなさっていた丁寧さを忘れないために、安全で質の高いケアを丁寧に心を込めて提供しますとしました。そして東京衛生病院が目指す看護指導の一番に、キリストに習う看護を掲げました。またミニストリオブヒーリングの中には、最高の教師であるキリストは人々が最も苦しんでいる事物を通して彼らの心に触れるように努力なさったと書いてあります。キリストは聖書の教えを例え話を用いて分かりやすく理解できるように努力されています。さらに、ただ理解してもらえるのではなく、人々の心に触れるように考えておられました。心に触れるとはどのようなことでしょうか。これはとても難しいことです。私たちは何かあったときに、自分の価値観、自分の経験値などで判断して相手に接してしまうことがあります。大切なことやその人にとって必要なことを自分の目線や自分の立場で話したり伝えたとしても、相手の心に響かなければそれは意味がありません。また相手の状況を理解しないままに相手の心に入っていくことはできません。ここで修法の心のマナに選んだキリストへの道からお読みしたいと思います。自己を忘れて他人のために働く精神は、その人の性格に深さと落ち着き、キリストのような麗しさを加え、平和と幸福をもたらします。彼の抱負は高められ、怠惰とか利己心の余地はなくなります。こうしてクリスチャンの美徳を実行する人は成長し、強くなり、神のために働きます。彼らは霊的なことをはっきりと理解するようになり、動揺することなく信仰に成長し、祈りにおいて力を増します。神の霊が人の心に触れて働くものは、働くとそれに応えて心は清い調べを奏でます。このように他人の益のために我を忘れて働く者は、必ず自分の救いを全うするのです。キリストの心で使えるためには、自分よりもまず相手に対して最善であることは何かを考えて行動すること、そして聖霊の働きによって相手の心に触れることを謙虚に祈り求めることが必要だと、聖書や証の文は教えています。今までご紹介したように、私たちは看護の場でキリストのなさった癒しの模範に従いたいと願っています。実際、病気が癒されキリストの心に触れ喜んでくださる患者さんも多いわけですが、病院という場所は生と死が隣り合わせであり、人間の力ではどうしようもなく祈ることしかできない場面も時にはあります。衛生病院では365日、院内の至るところで祈りが捧げられていますが、私には聖霊の働きを感じた忘れられない祈りの場面があります。看護部長になって数ヶ月経った頃のことです。その日は夜に病院で研修があり、多くの医師看護師が病院内に残っていました。これが結果としては役に立ち、後で神様のお守りを感じたのですが、集会の途中に緊急を知らせる院内放送が流れました。分娩した後に出血が止まらない産婦がおり、医師全員が集まるようにとの放送でした。私もすぐに駆けつけ、分娩室で様子を見ていると、ある男性が心配そうな顔で紙を出して、ここに病院の電話番号を書いてくださいと私に言われました。その手はとても震えていたので、この人が今処置をしている患者さんのご主人であるとすぐに分かりました。さっきまで意識もあり、元気な赤ちゃんが生まれてお互いに喜び、そういった感謝の中、出血のために急変して妻を失うかもしれないという状況にとても受け入れられないといった様子でした。その恐怖感が私には十分すぎるほど伝わってきました。ご主人は涙が止まらず、うなっている状況でした。私はこの ご主人のそばにいて、どのように接したらいいのか祈っていました。ご主人は時々、妻は死にませんよね、大丈夫なんでしょうかと聞いてきました。
私は今病院中の医師とスタッフが集まり最善の処置をしていますので見守りましょうと言うしかありませんでした。私は妻を亡くすかもしれない恐怖と戦っているこのご主人と一緒に祈りたいと思いました。しかしご主人がどのような反応を示すかどうか心配でした。以前にスピリチュアルケアの勉強会に参加した際、患者さんの中には祈らせてくださいと声をかけると自分はそんなに悪いのですかという反応を示す人がいるということを聞いていたのでとても迷いました。私は神様にご主人と祈るために声をかけていいのか、またかけるタイミングを教えてくださいと祈りました。しばらくするとご主人が手を組みベッドに顔をうずめました。私にはご主人が祈りの体勢に入ったように見えたので思い切って声をかけました。ご主人は宗教をお持ちですかと聞くと顔を上げずに首を横に振りました。こちらはキリスト教の病院であることはご存知ですかと聞くと首を縦に振られました。特に言葉はありませんでした。私はクリスチャンで心の中で奥様のために祈らせていただいているのですが、ご主人と一緒に祈りたいと思っています。祈ってもよろしいですかと勇気を出して話しました。するとご主人はすぐに大きな声でお願いしますと言われました。そしてご主人と共に奥様の命を救ってくださいと必死で祈り求めました。その後祈りは聞かれ出血も少なくなり山は越えました。急変から順調にその患者さんは回復し、退院の日に部屋に挨拶に行くとご主人があの時はずっと付き添ってお祈りしてくださってありがとうございましたと笑顔で話してくださいました。奥様も主人から聞いていました、本当にありがとうございましたと言っていただき、この夫婦が守られたことを神様に感謝する思いでいっぱいになりました。東京衛生病院では直接現場の処置に加わらなくても院内の至るところで職員がひざまずいて祈るときがあります。詩編6章の9節には、主は私の願いを聞かれた、主は私の祈りを受けられるとありますが、私たちが心を合わせて祈るとき神様はその祈りを受け入れてくださると感謝できる経験をすることがあります。一方でいつも私たちが望む形で祈りが聞かれるわけではありません。望まない結末に神様どうしてこのような結果を与えられるのですかと涙することもあります。ローマ人への手紙8章の26節を読みします。御霊も同じように弱い私たちを助けてくださる、なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからです。人にはわからないにしても神様が最善をなしてくださることを信じて、どのような場面にあっても聖霊の力によって患者さんやご家族の上に恵みと慰めが与えられるようにこれからも祈り続けたいと思います。看護の場で経験した祈りについて証しをさせていただきましたが、日々の看護において患者さんに寄り添うこともとても大切なことです。寄り添う看護師を通してイエス・キリストの心に出会う経験をした患者さんからのお手紙を紹介します。この病院にはイエス・キリストがいることを感じた、看護師・職員の中にはいろいろなタイプの人がおられる、しかし全体を通して優しさ、情け、憐れみ、希望などを感じる、天使のようなナースもおられた、個人名を挙げるのは控えるが病気そのものはすぐに治らなくても心を癒してくださる女性ナースがいた、この病院がさらに発展して多くの患者と家族の力になることを願う、ありがとうございますというお手紙をいただきました。チャプレンの先生はこの患者さんは人のために痛む神様の心を丁寧な看護の中に見出してくださったのではないかとおっしゃってくださいました。丁寧に心を込めた医療が神様の愛で温められ患者さんや家族に自然に伝わっていくのではないかと思います。
これからも職員一人一人が患者さんの益を求めて神様に祈り、誠実な医療を行う病院であり続けたいと思います。証を締めくくるにあたって、もう一度神様が天沼教会と東京衛生病院をこの同じ地に置かれた意義を考えてみたいと思います。来年のマランダタ18に向けて、天沼教会ではフィールドスクールが行われるなど、教会員が一致して伝道を進めていくプログラムが多く展開されています。ロン・クルーゼ先生は祈りによる伝道の3つの柱として、祈りの取りなし、祈りの更新、祈りの戦士を挙げられています。私もフィールドスクールに参加し、祈りの更新のレクチャーを受けました。小グループに分かれて教会の近くを30分歩くことになりました。ただ祈りながら歩くのではなく、すれ違う人に対して祝福を神様に求めるよう祈り、すれ違う人が悲しんでいる様子なのか、悩んでいるのか、また孤独を感じているのか、携帯ばかりに気を取られているのかなど、気づいたことを祈るように教えられました。そして先生は最後に、神様があなたに何か示してくださるよう祈ってくださいと言われました。私はたった30分で神様が何か示してくださるのだろうかと半信半疑な気持ちがありました。そして更新を始めました。先生から指導にあったように、すれ違う人たちを見ながら、その人の生活、人生を思い浮かべながら神様からの祝福を祈りました。もうすぐ集合時間になるため、教会へ戻っている途中、少しだけ時間がありましたので、もう一本先の道から帰ることにしました。その道は私はほとんど使ったことのない道でした。そうすると、反対側から一人の方が歩いてこられました。その人を見て私は本当に驚きました。私はバプテスマを受けてほしいと願って祈っているリストがありますが、それに書かれてあるお一人だったからです。30分前には半信半疑だった私に、神様ははっきりと神の力と愛を示してくださいました。祈りの更新で神様の力を体験して、すぐに病院内ですれ違うスタッフにも同じ気持ちで祈りたいという思いが与えられました。看護部長の業務の一つに、病棟や外来をラウンドして何か問題がないか、その部署の様子を確認する仕事があります。そのラウンドで出会う職員のために、心の中で祈ることを始めました。今までは歩きながら、頭の中は次の病棟ではあれを確認しなければと考えたり、またスタッフの接遇態度に一喜一憂したりしながら歩くことも多くありました。しかし、すれ違った職員や患者さん、病院内に出入りする業者さんに対しても祈りを込めて挨拶をすることによって、私自身の気持ちが変えられ、相手のことを温かく思える気持ちで満たされるようになりました。そして衛生病院に来られた方々がキリストに触れる機会が与えられるようにと、今まで以上に祈る機会が増えました。今年は牧師部を中心にして各部署からスピリチュアルアンバサダーという人たちが選出され、病院の理念をよりよく実践するための方法を検討していくことが決まっています。そのスピリチュアルアンバサダーと接遇委員会が共同して、祈りを込めた挨拶を職員に広げたいと計画しています。ロン・クルーゼ先生から教えていただいた祈りの更新が衛生病院の中でも広がり、職員一人一人が神様からの大きな祝福と力が与えられるように祈っていきたいと思います。最後に今日の聖書朗読の箇所をお読みします。ペテロ第一、4章の8節から11節。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を覆うものである。不平を言わずに互いにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理者として、それをお互いのために役立てるべきである。語る者は神の御言葉に語るにふさわしく語り、奉仕する者は神から賜る力によるものにふさわしく奉仕すべきである。それはイエス・キリストによって
神が崇められるためである。栄光と力とが世々限りなく彼にあるように。アーメン。ここに心を込めて愛し合いなさい、互いにもてなし合いなさいという神様からの重要なメッセージが与えられています。神様から賜る力によって教会と病院がお互いに助け合い、そして励まし合い、キリストに習うものとして祈りながら来年の大きなマラナタ18の伝道計画に向けて歩んでいきたいと思います。神様から与えられる力、神様がくださる恵みについてもう一度考えさせられる時間が与えられたことを感謝したいと思います。それでは感謝のうちに閉会賛美歌369番をお立ちいただきまして賛美したいと思います。天の父なる神様、あなたは最初の祈りに応えてくださいまして、この礼拝の時間を守ってくださいましたことを感謝いたします。どうぞ私たちにあなたからの力を与え、そしてお互いに励まし合い、信仰生活を歩んでいくことができますようにお導きください。そして天沼教会が衛生病院と地域の光としてあなたのことを述べ伝える役割を果たしていくことができますように特別な力を与えてください。
今日この場に集ってくださいましたお一人お一人の上にあなたからの大きな祝福がありますように。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。